韓国の人の人です。はい、こんにちは。9月27日火曜日、 AW ニュースウィークリー深川です。この番組は政府の動きを中心に1週間の政治経済ニュースを解説を交え、視聴者の投稿とともに振り返ります。今日のコメンテーターは、昨日が誕生日だった城西国際大学大学院国際アドミニストレーション研究科客員教授、鈴木武弘さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、いくつになったんですか、昨日誕生日。いや、一応自称15歳ということで、相変わらず言い続けてます。はい、あの遅刻さんから、今日は遅刻してません、先生髪型バッチリです、ありがとうございます頑張りますそれでも来週月曜か火曜なら欠席です。あ、残念ながら韓国のバスの中で、韓国に出張ですかね、出張かなんかされるんですかね、気をつけて行ってきてください。おお、先生15回目の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ります。いくつになったの本当だから。自称15いいよ。で、富田、来週ってあんのニュース。いや、来週はないです。あちこちゃん、来週はありません。曜日不適ですから、この番組ゲリラ番組というふうに名付けてますから。この番組に会えるのが珍しい。だから皆さんもいつ何時にやるかを予測しながらこの番組を見ていただきたい。そういうなんていうかサプライズの番組として楽しむというのも一つの一興かなというふうに思いますよね。秋のこの季節に。今日は打ち合わせもせずに1時間その話で盛り上がってましたよね。そうなんです、この番組始まる前にね。曜日不定期ってどういうことなの。しかも時間も実は不定期だという。皆さん立ち上がって拍手をお願いします。だって立ち上がった誕生日だからなんて。なるほど、ありがとうございますありがとうございます。はい、ということで、じゃあ真面目に、あ、そうだよ、富田さん告知遅すぎってきてお前のせいになってる富田もう名前も分かっちゃうからね。そうそうそう、井戸端会議みたいな。でね、富田ね、自分のね発言ね、調子悪いというかね、マイク音切ってるんですよ。ああ、ずるいですね。ずるいでしょ、あいつ。ずるい。あいつずるいんだよね、結構ね。そういうものを言葉として、卑怯者って言うんですよ。はい、ということで、じゃあ、寸評は鈴木さん。あ、寸評はそうですね。やっぱり、あれでしょうね、豊洲移転。築地の豊洲移転。ワイドショー、あればっかですね。そうですね、もうテレビは、もう新聞もそうですけれども、もう、最初の頃は単に、地下の土壌が汚染されてるだけだったのが、地下空洞の話とか、なんかどうしてなったか、しかも石原前都知事とかが出てきたり、市場長とかが出てきて、なんか私はよく分かりませんとかですね、なんかああいう無責任な発言って言えるのかなっていうふうに思うんだけど、ちょっと考えられないぐらいの無責任体制になっちゃって、で、まあ、多分ですね、小池さんも、まあ、ああいう勢いで知事になって、最初の頃は非常にこういういろんな問題がですね、自分の追い風だったと思ってたと思うんですよね。ただあまりにもその追い風が強すぎて、本当に自分としてですね、都知事として豊洲移転の問題をどうやって着地させるかっていうのをすごく悩み始めてるんじゃないかなと思ってるんですよね。着地地点ね。そう、特にまあこれから都議会が始まりますから、そういう中で、要するに民意というか、都民のは多分ものすごく注目しててですね、小池さんがどういうふうに今回の問題を解決し、都民目線で都民の方を向きながらこの問題を解決してるかっていうことを多分注視してると思うんですよね。でそれに期待に応えながら、何らかの形で豊洲移転を解決しなければ意味ないわけですよ。単にこう突然、まあ分かりました、じゃあしょうがないから、例えば来年の6月に築地から豊洲に移転して始めますっていうように、なんかそういう、なんていうか、単純に言えない、単純に言えないと思うんですよね。やっぱり国民、あ、ちょっと、都知事、都民が納得できるような納得のプロセスと納得の気持ちをちゃんと織り込みながらやっていかなくちゃいけなくて、ある意味ではこう拳を上げちゃったものをどこでどうやって下ろしながらこの問題を解決し、しかも2020年の東京オリンピックありますかね、今回この件でかなりあちらの東京オリンピックをどうするかの問題がなんか流れちゃってるので、でもあれもね、粛々と並行してやっていかなくちゃいけない部分があるんで、本当に大変な問題になってきてると思うんですね。してもう一つ注目はですね、
まあ、あのこの間の民進党、はい、野党第一党の民進党の代表選があったわけですけれども、はい、そして、まあ、蓮舫さんが新しいあの代表になったわけですけれども、はい、二重国籍問題等々でですね、まあ、非常に国民の中でに民進党に対するこう何ですか、不信感というか、今の代表に対する信頼感が薄れちゃってるような中でなっているので、民進あ、まあ、蓮舫さんには頑張っていただきたい反面、多分あの民進党に大きな期待が国民から上がるとは、まあ、思えないような状況の中で、まあ、あの今回 の、 あの小池都知事 の、 その一挙一致、どうなんていうんですか、一挙一投足、そう、一挙一投足はですね、非常に注目があり、しかも小池新党の旗と、あの話とかですね、小池軸というような政治軸を始めるとかっていうようなことも小池さんは発言されている中で、まあ一つのやっぱりこれからの当座のですね、日本における政治なり政界におけるですね、一つのこう核、動きの核になる面が出てきてると思うんですよね、そういう意味では非常に注目すべきことなんではないかなと思います、なるほどね、だからほら豊洲の問題ってさ、なんかもうさ、作地がある、まあ、いろいろ面倒くさいことあると思うんですよ、要するに土壌問題解決しなきゃいけないとか、その責任の所在を、そうですね、ただあの少なくとも最初小池さんが知事になって、先ほども申し上げたように、土壌の問題が出てきたときには、まあ、これは聞いた話ですけど、大体もうどこら辺に着地するかは、ああ決まってたらしいですよね。なるほど、聞いたところによるとですよ。はいはいはい、なんだけれども、あ、ね、その後にもっと大きい問題とか、あ、ね、あと今回 の、 あの、うん、秋氏というか、あの空間のところの決定が誰がなされたかよく分かんないような、ものすごくなんつうんですか、不明朗なところもものすごく出てきちゃって、それがまた都民とか国民 の、 その不信感とか、いろいろなこう議論とかをこう巻き起こしちゃってるじゃないですか。若干そのですね、あの小池さんが都知事になった最初の1ヶ月ぐらいとはまた違った流れになってきてると思うんですよね。一挙手一投足、一挙、すみません、はい、言葉がちょっと詰まりました、はい、ヒ素が出たって騒ぎすぎ、小池劇場の問題点を感じる。そうですね、思ってんだよね、みんなね。あのヒ素だってあれなんでしょ、自然界の中ではあるんですよね、あれね。そうそうそう、でもあれだよね、あのさっき鈴木さんが言ってたけど、まあ、この問題もあるんだけど、実は国政レベルの話で小池さんがもう一局第三局になる可能性があるわけじゃないですか。あるわけですよ、で小池さんってほらもともと日本新党だから、そう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 、ね、そうです、そうです、してほら、まあ、あの橋本徹さんは、まあ、あの大阪の方今知事、はい、あのなんていうか政治家辞めてますけれども、まあ、相変わらずあっちの大阪維新の会の問題があったり、あと、まあ名古屋とかあそこら辺の別の動きがあるわけじゃないですか、あそこら辺とかが連動していくと、なんかまた違った動きが、少なくとも短期的にはあると思うんですよ、長期的にずっとそれが続くかどうかっていうと、なかなかクエスチョンがあると思う一方で、短期的に今なんていうんですかね、政界ってある意味ではこう凪の状態なんですよね。例えば安倍さんの件も今あの総裁、自民党総裁を延期の話とかが出始めてたりしてますように、あの次のですねポスト安倍が分かんないし、あと与野党の中でもあの自民党に対抗できるようなあの野党が、あの対立軸ないんだよね、基本的に存在しないわけですよ。そういう意味ではカウンターがなくて凪の状態なんですね。そういう中で一つの凪を打ち破るあの核になりそうなのが、まさに今の小池さんの動きなんです。しかもああいうような何て言うんですかね、あの東京オリンピックがあり築地っていうような社会的な関心が非常に集まっている一周なので、分かりやすいもんね。そうなんですよ、まさに、まあ、ある意味では、まあ、誰かも言ったように、あの小池さんは2005年の時の小泉さんが総理で小泉劇場って言って優先民営化選挙やったのと同じようなことをやってるっていう話があったように、あれに近いぐらいの動きになる可能性が実はあり得ると思うんですよね。しかも、しかもですよ、築地の問題は、こう人なんていうの、食生活とか日常の問題だから、誰にでも関係するわけですよ。あれですよ、あのほら、あの狂牛病の時の話。ああ、なんかそうです、そうです、そうです、そうです。で、なかなか、なんていうんですかね、あの先ほどの基礎の問題も含めてですけど、なんていうんですか、こう何かがあってパッと問題が起こるっていうんじゃなくて、多分こう積み重ねでなる問題だから、不安感って意外と増幅しやすいんですよ、この問題って。はいはいはい、
そうね、うん、だからそういう中で安心感とかを持たせるのは非常に難しいわけです、うん、安全にはできても、うん、安心感を社会の中に植え付けるって非常に大変なので、うん、それがまあ食とかそういうのに連動していく話なので、うんうん、非常にこうなんていうか広がりがあり得る問題で収束させるのは非常に難しい。そうそう、ね、多分小池さんもすごくまあ考えてると思う、考えてるって悩んでると思いますよね。でね、ほら日本新党が細川さんが総理になった時に冷夏でお米が取れなくて、はいはい、大米輸入とかして、はいはいはい、やりましたね。もうなんか、ね、政府としてはなんやこれみたいになったじゃないですか。やりましたね、やりましたね。だって食の問題で結構ね直結するんですよね、うん、実はね、大阪、名古屋、東京、早速豊洲に対しての風評被害があって。ああ、まあそうでしょうね。そういう意味かもしれないね。確か風評って言えば風評ですもんね。なんか今日テレビで見たんだけど、なんか中継やってたんですけどね、うん、もうすごい施設ができてるらしいです、ね、そうですよ。僕私あのたまにあのゆりかもめとか乗るから、 そうなんだあそこの豊洲市場のやつも通ってくるから。そうですよ、できてますから、土曜日と日曜日も通ったんですけど、もう今も工事してますよ相変わらず。そうなんだ。ものすごいあのトラックとか走って工事とかいろいろやってますよ今も。なるほど、ね、だから着々とあの多分オープンに向けて進んでるんですよ、うん、実態は、うんうん。これこんな意見も来てますよ。あのね、汚染しているところへ市場を移転、民間企業さえやらないことをやるからさって。まあまあそうですね、確かにね。で5000なんか3000億か なんかが5000何百億になったりとか、そうですね、あの金額がものすごくね膨らんだっていうのも事実ですし、ああいうのもよくわかんないですよね。してまあ、先ほどの話じゃないけど、うん、あの石原と前都知事だったり市場長がなんか俺は専門家じゃないとか、あのそんなこと聞いてないとか、余計なんていうかな、そうそう、ああいうようなあの情報発信は、うん、混乱だったり不信感を招いちゃうので、うんうん、そこら辺を解決しないと、うん、あの今回の問題ってのは多分解決していかないですね、うん、なんか例えば盛り土するとかなんかしたにしてもですね、うん、多分ダメですよね、まあ、気持ち悪い。少なくともガバナンスが効いてないんだからですよ、ね、うん、単に血管が良ければいいってだけの世界じゃないので、うん、まず優先すべきは保証問題なのに、まあ、そういうこともありますよね、うん、してあのこの間私あの築地にあのあそこら辺の市場とか中を見学する機会があったんですけども、もう要するに市場が閉鎖された時に近くで新しい築地のところの市場になるところもできてきてて、ああいうのもだから移転できなくなっちゃってて、そうするとそれって維持費とかまた全部かかってきますからね。すごい大変ですよ。だからあそこにいる人たちもどうしたらいいのか、どうしない方がいいのかとかいうのも非常に困ってると思うんですよ。ほらなんか昔ね、ほら鈴木都知事だった時に、はいはい、あの辺でなんか万博か花博かなんかとか言ってて、で青島都知事辞めたじゃない、うん、そうですよ。であの時は作ってないから辞めれたんだけど、今回は作っちゃってますね。でそうあの当時はそうそう、その後全然あそこら辺のペンペン草も生えないような閑散とずっとしてて、やっとなんかお台場とかなんかもこの頃なんか人通りが出始めたかなっていう時にこういうことも起こってますからね。そう本当ですよね。ちなみにね、さっきのほら遅刻さんは福岡にご住まいなんですけど、福岡遅刻さん、あの福岡から見てこの豊洲問題とかって興味ありますかね。俺それね結構聞きたいんだよね。だずっとワイルドで豊洲問題ばっかりやってるじゃない。はいはい、そうですね。関係はあんの他の人はっていう気もするけどね。まあでも東京のイシューってやっぱり日本全体に広がる可能性あるし、まあね、場合によっては別に東京湾からだけ来てるわけじゃないでしょ、そこは。そう、うん、魚とかなんかだって、あ、そう、あ、また関心ないです。あ、また関心ない。そうなんだ。やっぱそうだよね。うん、そりゃそうだよね。そうだよね。うん、はい、わかりました。来た。問題、メディアが問題を複雑化させてる気がする。まあそういう、まあ、スクープ取りに行くからね。スクープ取りに行ったり、ね、どうしてもこう煽るようなことをやりたい、ね、やってるっていうのも事実でしょうし、うん、あとまあ。うん、小池さんがああいう形で、まあ、当選したっていうことも多分関係してると思うんですよね、うん、してまさに自民党の中して今度若狭さんが、うんうんうん、あの東京のあれから自民党の候補として出ると、してあの当時 小池さんが選挙で出た時には小泉さんの方を応援したら、うん、あの離党させるとか除名とか、うん、小池さんね、うん、言ってたのに、うんうん、若狭さんはあの小池さんを応援して、うんうん、あの応援演説もやったような人なのに自民党から候補として出るとかっていう、なんというか
なんかちょっとこうね自民党としての問題 の、うん、あの行動を取ってるわけですよね、うん、その辺もなんかねあのねやったもん勝ちのもうなんか体制はやめてほしいっすよねやめてほしいよ俺のなん か、 だからそのみんなさルール守って生きてるんだからさまあただルール守りたくないのに守ってるまあそういう部分もあるけど守れないルールを勝手に決めるっていうのもどうかなっていう時もあるんで、まあ、そこは非常に難しいんですよね、うん、ルールってやっぱりコンセンサスがあった中でのルールしか意味がなくて、うん、誰も賛成してないものとか、うん、無理なものをルールにして、うん、それに当てはめようとしても、うん、全くあの機能しないわけですよね。そうですね、完璧ですね。はい、ということで小池さんの話で15分持っちゃいましたね。東京で勝手にやってるって感じです。ああなるほどね。まあだからそういうなねこの、うんまあ、小池さんの件で今回豊洲の問題とかいろいろ出てますけども、うん、あそこの中でまさにこう、うん、政策形成過程だったり、うん、あの政治決定をどうするかっていうことが問題になってるんですが、うんうんまあ、その延長線上から言うと、うん、あの今あの話題騒然の映画「シン・ゴジラ」はまさに日本におけるですねそういう政治決定プロセスなんかを描いてていかに そこの中で行政機構とかなんかがその機能してないかってことを描いてるんですよ。あれはゴジラの映画じゃないですか。日本社会の実態を描いてるっていう分では私非常に面白いと思ってるんですよ。で、ね、浜谷さんがね、寸評でね、シン・ゴジラであの自衛隊が出動するのは一体何の法律なのか、あれは何だっけ、害獣駆除最初そうみたいです ね要するに敵国が派遣したならば、うん、自衛隊は行けるんだけど、最初はありえないと。それでね、その話でこの話で災害というふうに取れるかもしれないとかね、いろいろあるんですよね。それでその話をしたの。その次に中岡さんと打ち合わせしてる時に中岡さんが「シン・ゴジラ深川さん見ました?」っつって、で僕見たんですけど非常に腹立たしい番組だった、あ映画だったって中岡さんが言うんですよ。でどうしてですかって言ったら、アメリカがすぐ助けに来るんですよ。ああ、そうそうそう。ね、そうです。お前、日本国内の話に米軍が来るか。いや、本当はそうですけどね。うん、でもまあそこに関しても前若干お話したかもしれないですけど、うん、日本には実は基地権とあと指揮権もないんじゃないかっていう話とか、うん、戦後の密約の問題とかいろいろあるんで、うん、まあ今日はその話するとそれだけで多分、うん、終わっちゃうんで話さないですけれども、うんうん、まあそういうことを考えるとああいうこともありかなっていうふうに実は思わなくはないんですけどね。うん、はい、行ってみますよ。通貨なんで東京都知事選挙を全国放送でやったのかが福岡県民は疑問です。次回の佐賀県知事選も全国放送しなきゃならんでしょって感じです。首都中心のマスコミ機関です。深川さんはわかるでしょうが、福岡民はマグロをあまり食べないから豊洲問題はあまり興味ないです。まあ、マグロだけ売ってるわけじゃないからあれですけど、まあそれはね、今おっしゃってるその意見は非常に分かってて、私も大阪に住んでたことがあって、うん、住んでたことあるの ?3 年間ぐらい、2002年から2005年ぐらい前、どこその時に、うん、その私はある大学にいたんですけど、うん、某国立大学にいたんですが、大阪大学じゃないですか、まあ、大阪大学にいたんですがでそこでのいろいろなことをですね、うん、ある新聞社に記事にしてもらおうとしたら、うんうん、それは地方の記事ですからって言って全然載せてくれなかったですね。地方版でしか載せられないって言われました。なるほど。でも僕らからするとそうじゃなくて、それは実は日本のもうちょっと大きな全国イシューだと思ったんですね。イシューだったので本当はそういうふうにしてほしいんだけど、全然そういう感覚でしたね。だから逆に言うと東京は、うん、あの新聞社やなんかからすると自分らの本社があって、うんまあ、まさにその日本の中心だっていう意識が多分あるんですよ ね。だから日本ではまさに中央集権のように東京を中心に機能してるっていうことがメンタルがあって、うん、東京っていうのは多分、うん、そういう新聞社の人とかなんかにとっては地方じゃないんですよ、うん、意識としてですよ。意識としては。でもね、テレビはね、関東ローカルって発想があるんですよ。ああ、そうですね。あの、うんうん、東京でやってるのやってなかったり、特にあのフジテレビとかもね、やってないですもんね。うんうん、そういうのありますよね。うん、なるね。へえ。なるほど。ニコ生さんは、あ、ニコ生さんいっぱい来てます、また。これ、ちょっと待ってね、どこまで読んだんだっけ。これか。何もかもグダグダじゃねえか、お笑い日本。メディアが問題を複雑化させる気がするのは読めないですからね。まあでも都政に無関心だった都民の責任でもあるんだよね。まあそうですね、それもありますね、うん、でもこの頃やっぱ本当に思うのは、まあね、基本的にはいろいろメディアとか、うん、政治家の人も行政が悪いと言いながらも、うん、日本の行政って世界的に見ると、うん、まともな方だと
思うんですよね、うん、思う一方で、うん、こういうような今回の都政とか、うん、いろんなことを見てると、うん、あれいろいろあるけど比較的まともな行政組織だったり、うん、政治組織だったり政府地方も含めてですけどね、うん、もう何だったのかなと思うようなこともいっぱい実はあるんですよね、うんうん、それはあの前あったじゃないですか、戸籍の問題で百何歳の人で実は死んでる人の戸籍が残ってた問題とか、ああいうことも含めてやっぱ本当に日本の行政ってきちんとあの機能してるのかなっていうふうに思うようなことがこの頃すごくありますね。特にこれから IT 化なんかもっと進んでいく中で、そういうのを生かしてやれば多分そういう問題っていうのはかなり解決する部分があると思うんですが、必ずしもそういうふうに特に古い世代の人たちの戸籍とかって、うん、あのちゃんとまだなってないんですよね。あの古い戸籍をなんですか、なんて画像としては取り込んでんだけど、うん、ちゃんとしたデータとしての情報になってなかったりするんで、それを再読み込みしないと、もしくは打たなきゃいけない、打たなくちゃいけないので、まあ、時代時間が多分解決していくのかもしれないですけど、そういうの本当に問題が実はあるんじゃないかなとかね、あとあの土地の所有者が不明確な地域がものすごく実はあるとか、東京ものすごくあるんですよ。いや東京だけじゃないです、地方もそうですよ、うん、で特に昔は入谷圏かなんかで持ってたような人が、うん、みんな高齢者になって人がいなくなって、うん、もっと分からなくなってたり、うん、してるところものすごく増えてるんですよ、うん、今、うん、そう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 、それもでこれから、まあ、それも今、うん、うちの母なんかがつい最近、うん、あの他界した関係があっていろいろちょっとやってるんですが、うん、ちょっと墓の問題とか、うん、なんかみんなの東京に出てきちゃうと、うん、その田舎にあったお墓がもう守る人いない、ね、守る人がいなくなってくるんですよね、うん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 、そうするとまあ生きてる間はまだいいと思うんですが、うんね、2代目3代目になるともう本当に分かんなくなりますよ、うん、ああお墓がね、うん、お墓に入ってまで寝なし草は嫌だなまあでもね、基本的にこの頃なんか年取ったせいだから思うんですけど、15歳なんじゃないの、15歳なんですかまあ一応15歳生きていますからね生まれた時から比べればそういうなと思うのはあのやっぱり自分を知ってる人がいなくなるとやっぱりいるあのそういうなんていうんですかね、あのみんなが減るじゃん、視聴者が、いや視聴者いますけど、みんな、いやいや、でも100年1000年経ったらみんないなくなるわけじゃないですか、1000年死んでるから、だからそういう時のことを考えればあんまりなんかそんな、なんか、いやもし1000年後人類があったら、このインターネット流れてる映像とかね、きっとね将来の学生が、ね、見るから2000年頃にこんなニュース番組やってたっつって分析して論文書くから、あ、それありますよ、うん、その時にまた鈴木貴博と名前出てきますよまあでもそれの延長線上で言えば、うん、あのほら今フェイスブックなんかに入ってると、うん、誕生日のあれが来るじゃないですか、お知らせが、はいはいはい、でもあれ死ん亡くなられた人のフェイスブックって閉じられてないんですよね、うん、あ死んだ人のずっと送られてくんですよね、痛いっすねそれ、うん、そういうの考えるとなんとなくこうこれからの IT 社会でそういうようなですね人の生き死にの問題とのこうリンク性ってどうするのかなとかって思うんですよね。要するにあのインターネットとかなんかってまだ20年か30年ぐらいじゃないですか、長くても、そう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 、だからまあそれほど今までは問題じゃなかったんだけど、うん、これから10年20年30年50年が経つと、うんうん、そこら辺ものすごく問題になると思うんですよ、ね、確かにね、うん、確かに来てますよ、長い目で見れば地球もなくなってるしね、まあそうなんですよね、うん、さっきのほらあのなんだっけ役人の話なんだけど、そりゃ途上国並みに賄賂横行じゃ困るわね、笑いってきてますよ、まあ賄賂はそんなに日本はあのー、いやコネクションはありますよね、まだ、うん、霞が関市、まあまあ、金型町からね、じゃあ行きますか、いよいよ鈴木さん本番に、よろしいですか、はい、あよろしいですよ、急になんか元気なくなった、いやいやそんなことないです、なんか誕生日の次の日に自分の将来不安に思ってきた、そんなことない、そんなことないです、いきなり永遠の15、いや今エンディングノートを私つけてますからね、どうですか永遠の15歳なのに、そう、いやあれはね、いつ始めても始めるのが遅いってことはない、早く始めた方がいい、じゃあ僕は誰だしは僕は16時になる前にあの世へ旅立つって書くんですよ、いやそんなこと書かないですエンディングノートってのは自分の生きてきたあれを整理するってことですから、きちんと賢いろいろな情報も含めて、ね、うん、だって覚えてるでしょずっと、
さっき言ったけど大阪は何年から何年に住んでたとか、さあ覚えてることもありますけど、うん、覚えてないこともあるじゃないですか。そうなんだ。しかもだってエンディングノートっていうのは、まあ、もちろんそういうのを整理した上で、万が一自分が、うん、まあ、死んだ後に残った人に対するいろいろな、うん、まあ、死んだ時に僕に郵送してくれたら僕は書きますよ。いいですいいです、ね、鈴木貴博デンみたいなやつ、いやいやいや、ね、デン永遠の15歳、いいです、あのおでんぐらいで、はい、くだらね、知らなくても10年前に作ったブログとかどっかにある。絶対そうです。あ、ね、ずっと残ってますね。でもそういう人の方が意外と長生きするんだよね。ああ、まあ確かに、ね、長生きしそう。それさ、ね、長老になってください。長老に。長老、はい、あ、来てますよ。私のデスノート第3位は内田茂です。あ、本当ね、デスノートまたやりますよね。ちなみに第2位の方は先日お亡くなりになりました。へえ、そうなんだ。まあいいや。戸田恵梨香、今度ね、またね。行きましょう、先に。もうすぐその女優芸能人の話持ってきたがるよね。いえ、そんなことないですよ。はい、ということで、で、ここも注目に行っていいんだよね、富田ね。オープニング飛ばします。あ、オープニング行きましょう。行きましょう、すいません。書いてないよ、君、これ。書いてない。あ、ほんと？まあいいや。富田君の書いた台本通り読みます。今回も鈴木さんが出演する回だけは、こんな書き方してんの、お前。特別な番組スタイルになります。内容は寸評と注目ニュースだけとなります。今回はソーシャルインパクトボンド SIB とはです。では、寸評終わりました。はい、この番組は1週間の政治経済ニュースを振り返らないでしょ、これだから俺。あ、そうか。はい。はい、オープニング行ってください。どうぞ。グダグダですね、なんか。小さいとかそういうことです。はい、それでは番組で扱うニュースの記事がブログにアップされています。今日は記事がありませんから、ブログは更新して、あ、ここ告知はしてますよね。はい。はい。はい、じゃあ、富田君からのお知らせです。ニコ生アベマ TV フレッシュでご視聴中の皆さん、番組を今後より多くの方に見ていただくために、ましたか、ね、Facebook や Twitter での番組拡散をお願いいたします。生はニコ生アベマ TV フレッシュで放送しますが、アーカイブは YouTube にも掲載しております。視聴者を増やすことを願っておりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。個人的な質問ですが、深川さんってヒサロに通ってるんですけど違います、あのチャリンコ通勤で焼けてます。違うってだからちゃんと焼けるのこれね、外国人によく言われるんですよ、お前本当に日本人か、ああ黒いクォーターとかだろうと、ね、いいじゃないですか、俺司会者、アイアムクォーターって言ってあれしたらいいじゃないですか、もうなんか行こう、はい、さりげなく音を下げる富田君でしたあ、俺だからくだらない話が入ってた、すみません。はい、ということで、では、鈴木さんの注目です。あ、いや、寸評です。あ、どっちか、注目です。はい、すいません、言ってください、すいません。今度 SIB とは、はい、鈴木さんお願いします。はい、あれ、あの深川さんはこのソーシャルインパクトボンドってのは聞いたことないですか？聞いたことないですか？あった俺リフル、いやいや当然いいじゃないですか。ありません。あ、ないんですか、はい、初めてですか、はいはい、あ、私がじゃあこれを持ち上げるまで聞いたことなかった、はい、あ、そうなんですね。すいません。じゃあですね、あ、この作ったレジュメの、はい、お願いします、にあの表紙の次のページを見せていただきたいんですけども、これ私持ってみんな知らないよ本当、うん、でもあれですよ、私の番組の時には AI とか、うん、そうそう、シェアリングエコノミーとか新しい働き方とか、まあ、これ今若干、うん、うん、社会的にこう生まれつつあって大きく変わりつつあるようなことを題材にしていて、それの一環として今日はこのソーシャルインパクトボンドっていうのを扱いたいんですけれども、はい、あのまあこの図を見ていただきたいんですが、社会、はい、ありますよね、社会っていうのは3つのセクターからなってるって言われることがあるんですよ、はい、
それは左側の図なんですけれども、はい、公共セクターと営利企業、民間営利セクターと、はい、あともう一つがですね、はい、民間非営利セクターというふうに言われることがあるんですが、はい、まして公共セクターっていうのは、はい、行政だったり、はい、議会だったりを指します、はい、それから民間営利セクターというのは主に企業ですね、はい、それ以外のこの図の中では、まあ、大きくなっちゃってるんですが民間非営利セクターっていうのは NGO とか NPO とか、はい、市民活動等々を言うんですけれども、はい、まあ、今まで割とですねご存知のように、うん、政府がそういう社会的なことに関しては、うん、まあ、ほとんど の対応をしてきたっていうのが今までだと思うんですよね、はい、して企業は経済活動をしてきて、うん、まあ、その2つがメインになって社会というのは動かされてきたと、うん、はい、ところが1990年代ぐらい80年代の終わりぐらいから、うん、だんだんそういうような、うん、政府とか行政とか、うん、あとまあ企業セクターだけでは社会の問題が解決できないような状況が生まれてくるわけですよね、うん、でそういう中で、うん、この真ん中にあるような民間の非営利セクターである NGO とか NPO とか市民活動のような、うんうんうん、役割がですね非常に重要になってくるんです、はい、でその延長線上で実は市民社会っていうのはシビルソサエティっていう言葉で英語で言うんですが、うんうん、そういうようなものが世界的にも注目されるようになってきてるんですね、うんうん、で特に2000年代ぐらいになるとその傾向はもっと強くなってきてると思うんですね、うんうんうん、でまずそのことをまず理解していただきたいのと、うん、それから右側の図はですねこれはアメリカを中心に描いてるんですけれども、うんうん、はい、政策っていうものを作るいろいろなアクターというかプレイヤーをマッピングしているものなんですけども、まあ一般的に政策っていうとどうしても議員であったり政治家だったり官僚の人っていうことをイメージしがちなんですが、民主主義社会の中ではそれだけではなくてそれ以外にさまざまなプレイヤーなりアクター、例えばまあ場合によっては企業なんかも圧力団体を作って自分たちに有利なような政策を作ったり、うん、法律を作らせたり、うん、自分たちに不利な政策が作れないようにするようなことをやったりですね、うん、それからシンクタンクというような政策研究をやって、うん、そのアイディアなんかを、うん、まあ、行政とか政治家に伝えるようなこととか、うん、それ以外に、まあ、大学なんかもいろんな形で研究してますよね、うんうん、あとそれから、まあ、一般の市民とかなんかも NGO とか NPO とか市民活動なんかを通じてそういう政策形成に影響を与えるようなことになってきていて、後でまた話すこととも連動するんですけれども、そういうようないずれにしてもですね、今までのいわゆる政策形成過程のインナーの行政だったり政治家だけではない他のアクターの役割が非常に重要になってきているというふうに言えるんじゃないかなと思うんですね。そういう中で、うん、今日お話しするソーシャル、インパクトボンドというものが、うん、一つのその現れとしてですね、うん、そういうような傾向の現れとして考えていただきたいなというふうに思うんですね、でこれじゃあ深川さんは、ソーシャルビジネスっていう言葉は聞いたことありますかね、はい、あるよ、どんなものですかね、分かりません。そうですか、まあ、要は貧困とか失業といった社会的ないろんな問題を解決する事業のことをソーシャルビジネスっていうんですよ、はい、でそういうようなソーシャルビジネスに投資することをソーシャルインパクトインベストメント、はい、要は社会貢献型投資っていうんですね、うんうん、でその中の一環としてソーシャルインパクトボンドっていう今回お話しすることが実は出てくるんです、はい、でそれをもうちょっと別の言い方をするとですね、ソーシャルインパクトボンドっていうのは、まあ、別の言い方をすると、まあ、社会的なコストをできるだけ少なくし、次のページ、まだいいです、いいです、これ次のページ見ながらでもいいですけれども、これを見ながらですが、もうちょっと説明を加えると、ソーシャルインパクトボンド SIB っていうのは、社会的なコストをできるだけ少なくし、行政がまだ実施していないような事業を、民間の投資によって行い、行政がその成果に対する対価を支払うというような、社会的インパクト投資の一つのモデルなんですね、でそこでは何が、メインかというと、皆さんお手元というか、画面で見ていただいているように、一つは社会的課題の解決であり、行政コストの削減という両方を
若干相矛盾する部分もあると思うんですが、うん、あの並行して行うようなやり方なんですね、うんうんうん、でこの場合にはこの、 あのソーシャルインパクトボンドを行う場合にはですね、まず民間資金でを集めて、それで優れた社会事業を実施し、うん、こうその事業を始める前に合意された、うん、まあ、こういうような事業、この事業を通じてこういうような成果が出てきたらば、うん、それを成果としてみなして行政がそれに対して、うん、あのお金を支払ってくれていた投資家に対してですね、うん、成功報酬払いをする仕組みなんです、うん、はい、だそういう意味では後でもまた申し上げますけれども、うん、ある意味では行政のリスクというのは非常に少ないわけですよね、うんうん、だって金出さないで事業がやれて社会問題解決ができる可能性があるということなんですよね、うんうん、でちなみに次のページに行っていただきたいんですが、実はこういうようなですねソーシャルインパクトボンドみたいようなものに関していくつか関連しているようなことがいっぱいあるんです。それは先ほど申し上げたような社会のことを考えたときに、今までは、うん、まあ、行政とか政治とか議員とか、うん、あとまあ議会とかそういうところが中心であったんだけれども、うん、それだけではなくて、さまざまな民間 の、うん、あのプレイヤーなりアクターが関わるような状況が生まれてきて、うん、それの一つとしてソーシャルインパクトボンドがあるというお話をしたと思うんですが、うんうん、ソーシャルインパクトボンドだけではなくて、こういうような民間が関わっていて社会の問題解決であったり社会のいろいろなことに関わるようないくつかの動きがあって、それをあの描いている用語とか概念というのがいくつか出始めてるんですが、それを紹介しているのが今皆さん の、 あの画面に見ていただいているものなんですが、一つは CSR ですよね。コーポレートソーシャルリスポンシビリティって言って、企業の社会的責任というふうによく言われることなんですが、まあこう企業がもちろん収益を上げ配当をする一方で、それだけではなくてですね、また例えば人権に配慮した適正な雇用とか労働条件とか、あと消費者に対する適正な対応をするとか、あと環境問題に配慮するとか、地域へのいろんな貢献をするようなことを含めてですね、あの企業はまさに社会における市民としての役割を果たすことを、あのこの CSR という言葉で言うんです。まあまあ、これはある意味では場合によっては企業の慈善活動であったり広報活動であったり、企業の社会的な評価を高める活動の一環としてですね、やるようなことが行われているわけですね。それがまず1点。それからまあ似たようなものとしてですね、社会責任投資っていうようなものもあります。これはですね、企業の社会的責任を重視した投資で、環境保護とか人権保護なんかのようなですね、社会的責任を果たそうとする企業を選んで、それに対して投資をすることであります。それからもう一つ、これも似てますが、エコファンドっていうものもあります。これはどちらかというと環境とかですね、環境問題に取り組んでいるようなまあ、事業だったり、あの企業に対してですね、それを投資対象としてあの運営されるようなですね、あのものなんですね。あとこの、まあ、その次はちょっと違いますが、ソーシャルキャピタルって言って、あのまあ警察とかですね、そういうものがあります、あることによって社会の治安なんかが成り立つという一方で、それだけではなくて、社会におけるいろいろなネットワークとか人間関係がきちんとできているような社会、その結果として社会の中にこう信頼関係とか結びつきがあるような社会というのは、非常に治安とか経済とか教育とか健康とか幸福感なんかがいい動きをするようなことが行われていて、その時に非常に重要なのがこのソーシャルキャピタルというものなんだというふうに言われる考え方があります。でこれはちなみにですね、いわゆるあのもののこう、あの 社会におけるですね、インフラを作るような社会資本とはちょっと違う、もうちょっとソフトのようなものだというふうに言えると思います。その次のページを見ていただきたいんですが、先ほどその次のページ、はい、これですね、先ほどの CSR のお話をしましたよね。で最近はですね、この CSR がさらに進化して、この頃は CSV という考え方が言われます。あのこれはコーポレートなんだっけな、シェアドバリューかな、そういうような感じだと思うんですけれども、要は、企業が事業を営む際、地域社会の経済条件や社会状況を改善して、自らの、あの競争を向上させる
ことを念頭に置いているものなんですね、うん、まあ、違った言い方をするとですね、要するに企業の活動の、うん、企業の経済活動の本業の中で行う活動をこの CSV といって、うん、先ほどの CSR はどちらかというと本業とはちょっと外れた、うん、まあ、もうちょっと事前的活動や何かをメインに行うようなものなんですね、うんうん、でちなみにこの CSV に関してはハーバード大学のビジネススクールのマイケル・ポーターという有名な、うん、学者がこれは提唱してます、うん、それから次にですね、これもちょっと違いますけれども、エスロイという考え方があるんですが、うん、これは、事業の投資価値をですね、金銭だけではなくて、広い、あ、より広い価値の概念に基づいて評価を行っていくような考え方であります。これも実は、このような考え方もですね、後で出てくる、あの CSV、ソーシャルインパクトボンドなんかにも関係している話であります。それからもう一つ、BOP という考え方あります。うんうん、これあのすあの深川さん聞いたことありますか？いる考えながら聞いてるからさ、聞こう。聞いたことない。聞いたことない。これも割とですね、何年も 5,6 年前ぐらいから結構出てきてる話だと思うんですけれども、今まで低所得者層っていうのはビジネスの対象にはならなかったわけですよ、はいはい、要するに金ないんだから物買ってくれないっていう意識が強かったんだけど、うんうん、はい、ところがそういうような貧困層とか低所得者層もビジネスの対象にし、そうすることによってそういう低所得者なり貧困層の生活を向上させようというようなあの手法なんです。要するにあの BOP っていうのはベースオブザエコノミーピラミッド、要するにこうエコノミーのピラミッドがあって、その底辺にある人たちをビジネスの対象にして、まあ社会の問題を解決するようなことを考えているものなんですね。あともう一つはソーシャルファイナンスっていう考え方があります。これもですね、まあ、上言ったこと、上で申し上げたことと関連するんですけれども、金銭的な収益ももちろん考えるんだけども、それだけではなくて社会的利益とか社会的配当を追求する機関によって提供される金融活動なんですね。でその中の一つとして今回あのご紹介するですね、ソーシャルインパクトボンドっていうものもあります。ただし、まあ、それ以外にもですね、その皆さんのあの見ていただいている画面の中に示されるように3つぐらい、1つはソーシャルバンク、これはまあ社会貢献事業に限定して投資とか融資を行うようなあの仕組みなんですね。それからマイクロファイナンス、これ聞いたことあると思うんですけれども、途上国なんかを中心にですね、貧困層に非常に少額の融資を行って、まあいろんなビジネスなんかをやって、例えば貧困解決とか仕事の喪失とか雇用の喪失なんかを行うようなもんで、あのブラミンバンクっていう、グラミンバンクかっていう、あのバングラデシュで有名なあの組織があるんですが、そこなんかがやってるマイクロファイナンスですね。それから最後が、市民から集めた資金を、これもちょっと字が間違ってますが、環境とか福祉関連の事業を行い NPO を行っているような NPO に融資するNPO バンク、まあ一つ典型的なのは割とこうあれで風力発電かなんかで、今までの原子力発電なんかからこうあの変えてですね、風力でやることによって、まああの環境とかなんかにも優しいし、あの原子力なんかにも頼らないようなことをやるっていうんで、割と市民からお金を集めて、このような風力発電の事業をやってるのなんかもこの NPO バンクなんかがやってたりしますよね。でこれ以外にも実はあるんですが、とりあえず皆さんにこういうようにですね、さまざまな民間のお金とか民間のアイデアとか民間の活動を通じて社会を変えていったり、社会の問題を解決していくようなさまざまな動きが出ているっていうことを、まあ理解していただきたいというふうに思います。そしてそれからですね、その次のページに行っていただきたいんですが、今日お話しするのはソーシャルインパクトボンド SIB というものなんですが、まあ、先ほどから申し上げているように、この SIB っていうのはもうちょっと後で説明しますけれども、実は行政と民間がある意味ではコラボレーションというかパートナーシップを結んでやっていく活動なんですね。そうすると同じようなものとして PFI という活動が実はあるんです。で PFI っていうのは割とこれの方が多分あのソーシャルインパクトボンドよりも人口に解釈してるのかなと思うんですが、深川さんいかがですかね。なんか今聞いたことありますか。いや、いろいろ来ていて、
36さんが懸念している通り、行政が絡むとデキレースが仕掛けられているものだからなとか、ね、だからそういうような問題もあるんで、うんうん、そのこともまた後で議論はしたいというふうに思いますが、まあ、あのご存知のように、うんうん、まあ、行政なんかお金がなくなってきているということが非常に重要なポイントなんですけれども、うんうん、PFI というのは、うん、どちらかというと あれですよ、民間の資金とか経営手法とか技術力を活用して、うん、公共施設なんかを作る、うんうん、たりするようなことを PFI って言うんですよ、うんうん、要は PFI の場合はどっちかというと投資の対象は民間のお金とかを使うんだけれども、うん、対象は物なんですよ。なるほど。要するに建物だったり、うん、要するに飛行場だったり、うん、水道事業だったり道路だったりというような、うん、そういうようなインフラを作りそれを運営するようなことが割と中心なんですね、うん、はいはい、それに対して、はい、あのソーシャルインパクトボンド SIB の事業対象というのはどちらかというと人なんですね、うん、物じゃなく物とかなんかではなくて人なんです、うん、要するに新たに何かを創造したり作るんではなくて、すでに発生している社会的な問題なんかを防止したり、うんうん、その、 あの発生がもっと悪くなるのを抑えたりするようなことのためになっているものなんですね、うんうん、まあ、そういうような違いがあるということをですね、念頭にあのしていただきながらですね、うん、このソーシャルインパクトボンド SIB について、うんうん、今日はちょっと皆さんとお話というか議論をしていきたいというふうに思ってます、うんうん、でじゃあなぜですね、次のページに行っていただきたいんですけれども、うんうんうん、なぜ今この SIB、うん、ソーシャルインパクトボンドが注目を浴びつつあるかということをお話したいと思います。質問が来たら読んでいい？その人、はい、いいですよ。あのね、SIB の場合リターンってどうなのってきてます。あ、その件も話します、将来ね、はい、分かります、はい、まず一つ目はですね、この SIB というのはもともとイギリスで2010年の時に始まったんですが、うん、なぜ始まったかというと、当時、うん、大規模な行政コストの削減をしようとなって、うん、そのために行政サービスの見直しを迫られたんですね、うんうん、その一環として、うん、世界で初めてのこのソーシャルインパクトボンドが導入されたっていうことがあります、うんうん、まあ、イギリスもそうなんですが、多いんだよね実は公務員の数ね。あ、まあまあ、ね、日本は比較的少ないんですよ。少ないんだよね、うん、まあ公務員の数だけではなくてですね、うん、ご存知のように例えば日本なんかも少子高齢化で進展してきて、うん、だんだんこう税金を納めてくれる人が減ってくる可能性がもう高くなってきてるわけですね、うん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 、それから財政赤字しますよね、後でもお話しますが、もう国 の、 あの財政赤字だけで1000兆円を超えているような状況が生まれてます、うんうんうん、あと行政は行政でいい面もある一方で、やっぱり税金を使うという関係があって、うん、公平性だったり平等性だったり、うん、あと決定のプロセスまでに非常に時間がかかったり、うん、まあ、今回の先ほどお話した豊洲市の移転のように、うん、なんか責任の所在が不明確で なんかよくい、あのなんていうんですかね、問題のあるですね、決定がなされているような限界が、まさにあれは一つの象徴だったと思いますが、うん、そういうことだったり、うん、あと、まあ、そういうような問題をですね解決していくためにも、うん、新しい手法とかですね、うん、まさにイノベーションが必要になってきている等々が起こってきている中で、うん、この、 あのソーシャルインパクトボンドというものの導入への期待が高まってきているという現状があるというふうに言えると思います、うんうん、でご存知のようにこれもうちょっと普遍すれば、うん、これちょっと古い状況情報などもっと違う、うん、あの情報を言えばですね、うん、少子高齢化に関しては、うん、今のところ2020年に、うん、高齢化率が 29.1%、うんうん、で2040年には 36.1%、 もう3分の1以上が高齢者になるというふうに考えられているわけです、うんうんうん、でそうなればなるほど行政サービスなんかの質を向上と、また効率性を上げていくようなことは非常に重要になるわけですよね、うんうん、ことがまず1点。それから財政は先ほど申し上げたように、まあ、国で1000兆円、あと地方の政府で200兆円ぐらいの財政赤字があって、全部で1200兆円ぐらい、うん、これは今国民の数が、1億3000万弱ぐらいですから、うん、ぐらいですから、うんうん、そうすると1人当たり800万円の負債が背負ってるわけです、うんうんうん、深川さんも、うん、深川さんが立候補を背負っていたら、その中に800万円ぐらいの負債がいつも背負って歩いてるっていうことですよね。それはもう赤ちゃんも含めてですからね、うんうん、そういうような非常に重い負債があるんで、そういう赤字をなんとか抑えてですね、行政コストを削減していく必要があるわけです、うん、それから
行政の限界としては先ほど申し上げたようにいろいろな税金なんかによる公平性や中立性の問題があったり、うん、まあ、行政組織自体が非常に硬直化していたり、うん、あと行政っていうのはやっぱりこう現場じゃないですから、うん、非常に行政あの現場の情報が集まりにくくなっているとか、うん、そういうようなことが起こっていて、うん、あの現場のニーズに対応できるような、うん、あの行政サービスがなかなかできない面、あの行政が全部悪いっていうわけじゃないですよ、うん、行政は行政でちゃんとやっていただかなくちゃいけないんですが、行政だけでは、うん、あの対応できないような部分ができてきてるっていうのが現実だと思うんです、うん、でまあ以上申し上げてきたようなことを解決していくためにはですね、うん、今までとは違った、うん、あの行政サービスだったり社会サービス的な、うん、あのやり方をしていかなくちゃいけないので、うん、そういうようなことをですね、うん、実現するための一つの仕組みとしてこの SIB、うん、ソーシャルインパクトボンドというものを考えていただきたいというふうに思います、うん、はい、次のページ、うん、なんですが、うん、まあ、このソーシャルインパクトボンドには大きく分けると3つぐらいの特徴があると思うんですが、うん、まず1つ目は、社会に問題があって、うん、その問題をそのままにしておくとですね、うん、より大きな社会的コストになるような問題に対して、まあ、予防的施策によってですね、うん、無駄な社会的なコストを削減できるということがまず言ってるんですね。難しいね。難しいんですが、うん、まあ、なぜ難しいんだけれども、これをやる価値があるかというのは次に出てくるところとか、うんうん、はい、その後にも関係してくるんですが、はい、あと、ですね、うん、あの実際にこういうような政策をやったときにですね、その成果を評価することによって、うんうん、今回 の, そのソーシャルインパクトボンドというのは実施するんです、うん、でまさにあの民間のお金を使うことによって、うん、やることによってです、ね、行政コストも削減できる可能性もあるわけですよ、うん、だそういうような、うん、あの部分も含めて考えていただきたいと思いますね、うんうん、だから最後は、うん、先ほどから申し上げているように、うん、行政だけではなかなか問題解決できない、その時に、うん、民間のお金を使い、しかも行政があるところに、うん、その行政サービスをやってくれる民間、うん、事業者に委託してですね、うん、やるというような、まさに行政自体がサービスを提供するんじゃないという、要するに民間の手法を使いながら、うん、民間のお金でやるという仕組みであります。それがその3つがあの重要な、ソーシャルインパクトボンドの仕組みなんですね、うん、これ小泉さんの時に竹中さん言ってましたよ、ね、まあ、だからある意味で、うん、特区はこれに近い部分もあるんです、ですよね、ただ、うん、特区っていうのはある程度広いところで、うん、はい、なかなか現実にはうん、成果が上がってきてないのが、うんうん、少なくとも日本の場合には現実なんですよ、うんうん、でそういう中では、うん、まさにこれからもちょっとお話ししていくことに関係するんですけども、うん、8ページ目のところに、うん、の下の方に書いてあるんですけれども、うん、行動経済学とか実験経済学とか、うん、あと政策実験という言葉が書かれてるんですけれども、うん、まさにですね、最初から、うん、例えば政策とかなんかを、うん、行政が作って実施しちゃうんじゃなくて、うん、ある限定された領域だったり、うん、限定された活動に対して実験をして、うん、うまくいったら広めていくっていうことが、うん、実はこのソーシャルインパクトボンドの一つの重要なポイントなんですね、うんうん、でしかもその時に税金である行政のコストを使うんじゃなくて民間のお金を使うっていうことなんですよ、うんうん、っていうことよね、だからほらあのなんだっけあのほら小泉さんが民にできることは民にって言って、そうですだからそうです、あのほら駐車違反を民間企業に取り締まる、はいはい、ありましたね、ありましたね、ああいうことも一つの、ただ後で出てくるんですけども、うん、このソーシャルインパクトボンドは、うん、そういうようなデイリーの仕事ではなくて、うん、よりこうなんですかね、社会的なインパクトがあるようなものに対してしかやらない、うんうん、ある意味では実験的 な、ね、あの手法なんですよね、予防とか入ってるのね、はい、そうなんです。でその次に言っていただきたいんですが、はいはい、ソーシャルインパクトボンドの対象事業っていう部分なんですけれども、うん、どういう事業が対象になるかということで、一つ目は、うん、まあ、今よりもこれから想定される社会的なコストをですね、うん、こういうのソーシャルインパクトボンドの事業をやることによってですね、予防的施策で削減できるようなものなんですよ。だからそこはちょっと違うんですよね。すでにあるものに対応するっていうんじゃないんですよ。とかすでにやられてる行政サービスに変わるっていうもんじゃないんですよ。実はこれはそこに意味があるんです。
だからそこに逆に言うと投資的な民間のお金を入れるっていう、なんていうかな、意味も実はあるというふうに言えると思うんですね。質問が来ていてね、民間にとってもメリットがある事業じゃないと難しいかも。そうそう、だからどの事業を選ぶかっていうことが実は、まあ面白いっていうか難しい部分でもあると思うんですよね。あとね、その投資する側にとってメリットあるのってきてますよね。まあだから後でこれも話すんですが実際にこの事業が成功し成果が出るとちゃんとリターンがあるってことあるようにするんです。だから投資なんですよ、まさに。ただし失敗したら戻ってきません。これ投資だからしょうがないよね。でその行政に、じゃあ僕この予防事業やりますよと、行政が提案するんだけどね、でまあやってくださいって言うじゃないですか。でやるときは自分の金でやるわけですよね。それで成功したら、ね、うん、成功したらじゃあそのリターンとして行政からもらって、そうそうそう、で投資してくれた人にそれを分配して、そう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 、働いてくれた人には給料払って、そう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 、っていう形になるってことですよね。わかる、だんだん分かってきます。まあもうちょっとあの複雑なんですが、はい、あの、はい、そういうことです、はい。じゃあ9ページ目のところ行ってもう一回までいただくと、はい、まあ後でこれお話しするんですが、この SIB っていうのは日本でも導入されてきているんですけれども、うん、あのもし日本でこのソーシャルインパクトボンドが導入された場合、うん、特に次に書かれているような就労支援とか、うん、介護要望、うん、児童養護なんかで考えられているんですが、うん、そういうものがもし本当に事業として社会問題解決に貢献すれば、うん、6000億円以上の公的コストの削減効果があるというような試算がですね、うん、されてます。ちょっとその次からの図はこれあんまりちょっと、でもこれあれだね、映しちゃい多分いけないと思うのでネットで、まあ、飛ばしちゃってください。はい、亀田君、はい、次これはまあいいけど、はい、どうぞ次。まあ、そういうような実際に試算もされている、まあ、全部がうまくいくかどうかというのはまだまだ、うん、あの始まったばかりなので何とも言えない部分があるんですが、うん、あの少なくともそういう可能性があるというような試みであるというふうに考えていただきたいというふうに思います。それではですね、13ページ目のところを見ていただきたいんですが、うん、これはじゃあ具体的にそのソーシャルインパクトボンドの仕組みというのはどういうものかというものをあの説明してるんですが、大きく分けると4つあって、うん、1つ目は、うん、投資家がですね、実際のその行政サービスというか社会的な問題解決のサービスを提供する事業者に事業資金を提供するんですね、うん、お金を払うんですね、はい、して実際にあのサービス、社会問題解決のサービスを提供するのは、うん、あの民間のサービス提供者であるということ、うん、要するにその時に、要するに民間のそのすでにまあ経験のあるようなあの組織だったり人なんかが専門性とかノウハウがありますから、それを活用した上でやるわけです。だからそういう意味では行政が、全く経験のないような行政が新しいサービスを提供するのとは全く違うわけです。そういう意味では非常に質の高いですね、サービスを提供できる可能性があるわけです。だから3番目は、実際にこのソーシャルインパクトボンドでお金を集めて、それに基づいてサービスをやって、その成果が出たら、その成果を独立の評価機関が評価するんです。要するにこのもともとのですね、対象のサービスの目標は何だとか目的は何かと明確にしておいて、その目的なり目標と比べて成果がどうであったかっていうのを独立した評価機関が評価してですね、それに基づいてまあ後で申し上げるようなあの支払いなんかをするような仕組みなんですね。で最後が、あの今申し上げたとも連動するんですけれども、そういうような成果目標達成の場合の時だけ、あのこのソーシャルインパクトボンドを用いた社会問題解決サービスがうまくいかなかったら、あの投資された人に対するリターンはないんだけれども、成功した場合にはですね、まあ利子も含めてですけれども、実際のそういうような成果から出てきた成果によって、例えば行政コストが浮いたり、事業費が削減できたりするようなことが起こるわけですよね。でその部分を勘案してお金を支払う、行政が支払うっていうこと、仕組みなんですよ。投資家はかなりハイリスクじゃないの、まあ、それもあります。だからそういう意味で、あと、まあ、そういう意味では必ずしもいわゆる普通のですね、
どっかの企業の株を買うとかなんかよりもやっぱり社会的な意識の強い人とかなんかが投資する可能性が高い可能性もあるっていうのも事実だと思うんですよね。じゃあですね、このソーシャルインパクトボンドの主な事業っていうのは何なのかっていうのが次の14ページ、まあ、具体的にはもうちょっと後なんですが、まずはまあ抽象的な部分ですが14ページ目なんですけれども、主なあの領域っていうのはどういうような領域になるのかっていうと、これ14です。いいんです。だから13なんです、ここでは。そういう、はい、そういうことを言ってるな。そうです。はい、すみません。はい、僕は番号だけ見てました。一つ目はですね、はい、従来、行政が提供してきた、サービスをですね、行政に代わって実施するもんじゃないんですよ。これだから先ほど言ったように、例えば、今まで行政が、その駐車違反なんかを取り締まるのをやってきて、それを、民間がやらせるっていうのは違うんです。だからこれはあれなんかはまさにソーシャルインパクトボンドじゃないんですよ。だよね。はいはい。で、そういう意味では、行政なんかのサービスが追加されたり補完されたり新しい領域における事業に対しての、こう面白いね、ものになるっていうのが1点目ですね。はい。まあそういう意味では先ほどご質問あったように、まあどういうような事業があるかとかその成果の判断が難しいっていう側面もあるのも事実です。はい。それから2つ目が、まあ、もちろんこのソーシャルインパクトボンドというのはさまざまな事業に適用できるんだけれども、うん、やっぱりソーシャルインパクトボンドに適さない事業もあるというのも事実ですね、うん、先ほど申し上げたように新しい領域じゃないとか、うん、もうすでに行政がやっているようなものに代替するものではないようなものはまさに適さない事業なんだというふうに思います、うんうん、それからその次はですね、うん、これは割と重要だと思うんですけれども、うん、将来起こり得る問題を未然に防ぐ、うん、これ具体的には何かというのは後でもうちょっとご説明しますけれども、うん、今は必ずしもまだ問題になってないんだけど、うん、その問題が解決しないと将来、うん、その問題を解決するために非常に多くの、うん、お金がかかってしまうような事業に対して、うん、行うようなものがソーシャルインパクトボンドの一つの重要なポイントですね、うんうん、それからちょっといいですか、ね、はい、今ここでねさっきのちょっと評価のところに結構みんな書き込みしててね、うん、評価の裏で政治家が口出ししたり政治家の顔色を伺ってたりしそうだよね。だからそういうような部分も後でまた出てきます、ね、あれちょっとその最初からどういう評価をするかってこれ数値化するんです、数値化するんでしょこれ、まあ、数値化とは、まあ、どこまで数値化できるっていうのは多分事業によっても違うと思いますけれども、うんうん、はい。それとこのあれですよね、さっきの14ページ13番のやつ見てるとこれって行政が今までやって手が出せないところとかそういうところをこれに一回やってもらって、まあ、一つは今は、うん、もともとお金があれば多分できるようなこともあるんだけど、うんうん、お金がなくなっちゃってるから手を出せないっていう部分もあったりするので、うんうん、だこれで一旦やってみて良ければ良ければ全体に広げればシステム化するとかそれこそ行政コストがものすごく下がったりするわけですよね、ということですよね、はい、分かりました、分かりました。それからもう一回戻ってほしいんですが、うんうん、最後のところではまあ、まさに何かをやって成功した場合の成果報酬が適しない事業ってのありますよね、うんうん、要はなんでそういう成果が出たかよく分かんないような事業とかはなかなかこういうのは適せないわけですよね、うんうん、だからそれからソーシャルインパクトボンド以外でも資金が調達できるような事業だったら別にソーシャルインパクトボンドやる必要はないですし、あとすでに社会的に普及している事業もまあそこのソーシャルインパクトボンドの対象にする必要はないというふうに言えると思います。はい、じゃあ次のページですが、じゃあですねソーシャルインパクトボンドに適した事業は何かっていうのをここでお話したいと思うんですけれども、まあ若干繰り返しにもなりますけれども、一つは将来これから起こり得る問題を未然に防ぐような事業、うんうん、要するに、まあ、一般的にはですね行政サービスっていうのは何か問題が起こった時にその問題解決のためにやることが多いんですけれども、うんうん、このソーシャルインパクトボンドは、うん、今は先ほど申し上げたようにそんなに問題ないんだけどその問題を放置しておくと、うん、さまざまな行政コストが肥大化するようなことが起こらないようにするために予防的サービスを実施するような時に非常に向いているものなんですね、うん、して、まあ、こういうような事業をやらないことによって先ほども言ったように非常にコストがかかったり、あと、うん、今問題を対処してしまえばその問題が起きませんから、うんうん、お金がかかりませんけれども一回問題が起こってしまうとその問題に対してずっと継続的にですね、うん、対処していくようなお金が発生するようなことってのはあるわけですよね、うんうん、
そういうようなことを避けるための意味合いが非常に強いというふうに言えると思います。うん、その結果としてなんですが、さまざまなそういう行政コストであったり費用を抑制できる場合があると、うん、そういうものを対象にすることが多いということですね。うん、で、そういうような状況を踏まえて、まあ、予防的サービスに対してですね、資金を提供した投資家に対して、まあ、出てきたですね、行政削減の部分であったりなんかを勘案してですね、それを投資家に還元するっていう事業であります。でもう一つは、先ほどの深川さんもおっしゃられたように、このソーシャルインパクトボンドをやることによってですね、非常に大きな、まあ、広がりがあるわけですよね。ある意味で実験的なやつなので、それをやっていけば将来もそれに基づいて実際大きな制度化とか政策をやった時に大きなメリットがあるようなものを対象にしてやるような仕組みなんですね。でその時に、まあ、繰り返しになりますが、本来行政が自分たちの行政サービスとしてこういうような事業なり活動をやればですね、行政がお金を出すことになるんですが、このソーシャルインパクトボンドの場合には、そういう行政のそのコストのリスクをですね、失敗の、特に失敗うまくいかない可能性もありますから、そういうようなリスクをですね、基本的には投資家に移転して非常にリスクを下げることができるんですね。だから、まあ、リスクがないわけじゃないんですけれども、高いリスクが将来的に、求められるような新規事業をこう大規模に行う前にですね、実際に効果があるかどうかをこう確認する目的で、ある意味で政策実験、実証実験に見たい役割としてやるということなんですね。ちょっと抽象的だから、どんな事業があるのか、後で説明します、はい、でこれ2番目ですよね。リスクはあるが高い効果を見込める新規事業を大規模実施前に実際に効果、富田出して、これ出してもらった、実際に効果があるか否かの確認目的で実施する実証実験できる。そうですそうです。これさ、例えばやってさ、どっかでちっちゃくで、これで成功したからって全国にやるとき、そのノウハウはこの人が持ってるわけでしょ、やった人間が。まあそれはそうですよ。まあでもそれは行政も持ってるわけですよね、ある意味では情報共有はするから。いや、だからそ、投資家としてはね、儲かるよねこれ。まあ、儲かる可能性はあると。だからそういうリスクにかける気持ちがあればね、あとそういうのにお金を出してたっていう多分名誉とか社会的評価とかも多分得る可能性はありますよね。いやこれなんか、俺僕タバコ吸うんですけど、灰皿少ないんですよ、世の中喫煙所ってないんですよ、でたまにこういう隅々置いてあるんですけど、あれをこんなの実証実験させたらさ俺考えつくかもしれない。そしたら日本全国全部深川方式灰皿になるわけですよ。深川灰皿っていう、ね、あと喫煙所とか、まあ、あれかもしれない、ね、大儲けですよね。そしたら、ね、まあでもこれ逆に行政がやるサービスだからね深川さんがやるんだったらそれは単なるソーシャルビジネスだ。いやだから最初の時にこれを持ってまあいい、そうですね。まあそれと、まあ、みんななんかね、ハイリスクローリターンとか言ってね、みんなそ、いやまあまあ、だからそれの件も後で話すんですけど、まあこういうような実験をやってですね、まさに実証実験の効果があるという確認をされた事業は、最終的には事業化なり社会制度化をすることを想定しているようなものなんですね。じゃあ逆にですね、その次のページですが、ちょっといい、ちょっといいですよ、これみんな面白い書き込み、あのね、高齢化の先の未来は低年齢化が来ることが証明できれば、そのリスクを予防するサービスを考えると。どんどんだから考えてほしいですね。面白いね、みんなアイデアあんだよね。アイデアだから、そういうアイデアが今までの日本社会って出てこなかったことが問題なので、だから繰り返しになりますが、私はこういうようなアイデアを提供しているのは、やっぱり今までとは違った観点からいろんなことを、社会を考えてもらいたい、未来を考えてもらいたいということで、皆さんにこういろいろな話題提供しているので。これもあるよ、大阪の吹田サッカースタジアムは行政は一切金出さないで民間の手で作った、それを市に譲渡した。まあだからそれは箱物だけどね、先ほどの、PFI 的なものだと思うんですけども、面白いね、これだから、だからあれでしょ、深川さんが知らなかったソーシャルインパクトボンドも実はこういうような面白く興味深い、広がりが実はあるんですよ。そうそうそう、うん、だよね。
まあ、まだまだあれですけどコメントも徐々にねいただいてますよね、うんうん、はい、あなるでもそれを作った時いろいろ無理なんで吹っかけた、ああ、吹田サッカースタジアムね、なるね、面白い、ちょっと早く先、はい、具体的なこと言いましょう、まあ、次にじゃあ16ページ目のところにもう一回戻ってほしいんですけれどもじゃ逆にですねこういうソーシャルインパクトボンドに適しない事業というのを先ほども若干お話してるんですけれども、うん、もう一回ちょっと頭の整理をしたいと思うんですけれども、うん、まずはですね成果報酬が適していない事業ということで、まあ、成果報酬による新しいプログラムの成果と、うん、まあ、そのプログラムをやったから、うん、そういう成果が出たのか、うん、それ以外のことで成果が出たのかよく分からないときにはちょっとこの事業にあまり向かないですよね、うんうん、そうですね、うん、ということはまず1点と、うん、また何て言うんですかね、こうやって単なる作業ベースでの支払いを求めるようなものだとですね、こうイノベーションの余地が少ないので、うん、その場合にはこのソーシャルインパクトボンドの対象にするのにはあまり向かないというのがありますね、うんうん、それから、ですね、このソーシャルインパクトボンドは先ほど申し上げたように成果の評価というか検証した後にリターンが生まれる、うんうんうん、行われるということなので支払いまでに時間を要するわけです。そこは 役所的なる、役所的っていうか、だからだってやっぱこれは評価をちゃんとして、まあね、投資に対するリターンをするっていう仕組みなの で、うんうん、でそういう意味ではそこまでの支払いまでのいろいろな作業ベース の不要なですね、いろいろな運用コストなんかも実はかかるんですよ ね、 でそういうものにものすごくお金がかかってしまうような場合には、うん、このソーシャルインパクトボンドは向いてないんですよね。なるほどなるほど。だそういうことも踏まえてこのソーシャルインパクトボンドっていうやり方が向いてるやつと向いてないものがあるんで、それを理解して対応しなくちゃいけないっていうふうに言えます。そして繰り返しになりますが、あのこのソーシャルインパクトボンドは先ほども言ってるようになかなか抽象的で分かりにくいとかっていう、あの指摘も受けましたけれども、割と仕組みが複雑なので、これを実際にですね一つのプロジェクトとして立ち上げてったりするのに非常にコストがかかったりするもんですから、ソーシャルインパクトボンド以外でこう資金が得られるようなものであるならば、うん、わざわざこのソーシャルインパクトボンドによってですね、うん、あの事業資金を調達して行うよりも他のやり方を用いた方がいいというふうに言えると思うんですね、うんうん、ですよね、はいはい、それからもう一つはこれも繰り返しになりますが、もうすでに社会で行われている事業をこのソーシャルインパクトボンドで代替してですね、行政作業をやるというのとかっていうのにあまり向いてないようなものです。要するにまだ実際には行われてなかったり、今目の前で問題が起こっているというか、これから問題が起こるようなものに対して非常に向いているやり方だというふうに言っていいのではないかなというふうに思います。まあ、あんまり時間もないでしょうから、それ以上は置いといてそんなように考えていた。じゃあそういう中で具体的にですね、どういうようなものがあるかっていうものを見ていただきたいんですが、その次のページなんですが、あの先ほど申し上げたように2010年にイギリスで始まったものなんですが、すでに世界中でですね9カ国で30案件以上が行われているというふうに言われてまして、あの後の説明でも出てくるんですが、イギリス以外でもですね、あのアメリカとかオーストラリアとか、ポルトガルとかそういう国、あと日本でも行われてき始めてます、で実際にはですね、これまでに行われたものとして若者の就労支援とか、子ども家庭支援とか、犯罪防止、要するに再犯が起こらないようにするとか、生活困窮者支援なんかの領域で実施し、従来の投資の対象とされなかった社会的事業を投資対象としているようなことが行われているわけです。で、もうちょっと進みたいんですが、その次に、その次のページお願いしたいんですが、これはまあちょっと見にくいんですけれども、まあ、このソーシャルインパクトボンドというものが、あの最初に行われたのは2010年のここに赤字で書かれているところですけれども、10年から行われていくんですが、まあ、その前後からですね、このソーシャルインパクトボンドに絡んでいろいろな動きが行われているということも、この歴史の表を見ていただくと分かるんじゃないかなというふうに思うんですね。でまあ、こういう抽象的な話ばかりをしててもなかなか分かりにくいので、もうちょっと具体的な話をするために次のページに飛んでいただきたいんですけれども、19ページ目のところですけれども、まあ、先ほど申し上げたように4つぐらいの分野、若者の就労支援、子ども家庭支援、再犯防止、生活困窮者支援なんかが行われて、まあ、主にイギリスが多いんですが、例えばですね、
先ほどから抽象的でわからないというお話があったんですけれども、うんうんうん、例えば、うん、これ後で日本でも行われ始めているので直感例を挙げれば、例えば、うん、生活保護なんかを受けているところで、うん、若者がいるとしますよね、うん、若者が生活支援を受けているとするとしますよね、うんうん、だからそういう人たちにちゃんとキャリア教育とか、うん、いろんなスキルなんかを与えて、うん、その人が就職できれば、うん、生活保護費が浮き、うん、仕事をしてくれて税金を納めてくれれば、うん、行政の収入が増えるんですよ、うんうん、まさにそういうように行政コストが減り、うん、行政の収入が増えることによって、うん、まさにこういうようなですね、ソーシャルインパクトボンドで若者の就労支援をやれば、うん、非常に大きな成果が生まれるっていうふうに言えると思うんですよね、うん、それから子どもの家庭支援なんかも、うん、今これ後でも出てくると思うんですが、日本で15万人ぐらい、うん、やっぱりいろんな理由で、うん、家庭にいない子どもたちがいたりしてるらしいんですけども、うん、そういう人たちに養子縁組とかをうまくすることによ よればですね、うん、例えば施設にかかったお金がいらなくなって、うん、その子は、うん、まあいろいろあると思いますが、家庭の中で、うんうん、教育を受けたりですね、家庭的な生活を送られるようになって、うん、行政コスト下がるわけですよね。うんうん、でもね、ちょっとそういうこともありますし、うん、いいですか、質問を聞いて、ね、例えば生活保護受給者を自立させた人数で判断するとか、ニートを社会復帰させた人数とかで判断するとかかな、 それに対してね、もう一個あって、でもさ、何をもって社会復帰にするのだろう、仕事に就いたら社会復帰、3ヶ月で退職しても成功。そこは難しいところですよね、うん、そこは難しい。だけどさ、これ簡単なことでさ、ね、例えば、まあ、復帰させましたと、就職しました、でそれをか1カウントしました、成功1で、3ヶ月後辞めたとしたら、また新しいその人、この支援プログラムに入ればいいわけでしょ。そうです、まあ、だから、まあ、そこら辺は、うん、まあ、個別のいろいろなことを考えていかなくちゃいけないということはあると思うんですが、まあ、そういうことでうまく、まあ、例えば全員じゃなくてもね、1万人いたらうちの1000人が仕事してくれるようになっただけでも、ものすごく行政コストは下がり、しかも税金とか払ってくれるんだったら、社会保障年金とも払ってくれるんだったら、社会保障とか年金だってサステナブルになるとかね、そういうことも含めて全部起こるわけですよね。だから非常に ある意味ではこう有効な手段なんじゃないかなというふうに思います、ね、それじゃあ今の貧困ビジネスと大して変わらないじゃないの、まあ、だからそこを行政とかがちゃんと、うん、まあ、ある意味でこうマネージしながらですね、うん、やっていくわけであって、うん、別にこう貧しい人から無理に搾取するのとは意味が違うわけですよね。そうですね、うん、だしその例えばその俺若者支援プログラムに入った人間が就職しましたと、そしたらそれを行政に提出したら、まあ、1カウントされて、その1カウントに対して報酬がこっちにもらうから、若者から何もお金はもらわなくてもいいわけですよね。そうそうで逆にその一部を彼らの例えばほらスーツ代とかで支給してもいいわけですね、うん、そうですね。あと、まあ、貧困ビジネス的なものはもちろんあれ問題になってますけども、うん、あれはやっぱり完全に民間がやってるからああいうことが起こるわけですよね、うん、ただ今回のこのソーシャルインパクトボンドなんかは、うんうん、まさに行政なんかも関連し、うん、行政と民間がこう、うん、なんていうんですかね、パートナーシップを組むことによってやってるので、うん、まあ、そういうような貧困ビジネスで起こるような、うんうん、なんていうかな、仕事をした人からお金をこう巻き上げるような構図にはならないんですよね。別に行政は金儲けをすることが目的じゃないので、あと行政にマネジメント能力あるのかな。そこで出てくるのが、実はこの実際の委託は民間に委託して民間にやらせるわけです、うんうん、だから行政サービス自体の直接にやるのは民間なんですよ、うん、ってことですよね、あ、面白い。だからいいんですよ、これは。これ面白い。でそれでじゃあ20ページ目のところを見ていただきたいんですが、今申し上げてもすでに出てきたこととも関連するんですが、じゃあそういうようないくつかの項目の中で具体的に行われているソーシャルインパクトボンドの事業というのがどういうものがあるかというので説明しているのがこの20ページ目なんですが、若者の就労支援に関しては一つはまあ就労支援だったり、先ほどコメントにも出たニートだったり、あとこれからも問題に日本でもなっていくと思うんですが、外国人の移民とか外国人定住者なんかがですね、特に家庭なんかを持って今度子どもなんかがいたりする、そういう人たちが就職してもらったりするような状況の中に対する支援とか、あと児童家庭支援なんかもまさに先ほど出た里親の問題とかですね、あと子どもの教育をちゃんとやっておくと実は
子供が成長した後にですね、うん、経済的自立が高まるとかそういうような実はデータも出てるですね、うんうん、だから大人になってから単にこう教育を与えるよりももっと子供のうちにちゃんとした教育を与えた方が実は成果が波及効果が大きいというようなデータもあったりするんで、ここであるような児童支援家庭支援なんかも非常に重要な役割なんじゃないかなと思うんですね。だから再犯防止なんかも今ご存知のように、まあ犯罪された方がまあ拘置所なんかから刑務所なんかから出て外に行くとなんか仕事がないとかなんかで結局また犯罪してしまうようなことが多いんですけれども、そういうことに対して就職をちゃんとできるような仕組み作りとかもなんかをするようなことがあるんですけども、そういうのも一つですね。それから生活困窮者、先ほども出てきた生活保護とかホームレスの人なんかの自立支援なんかもやればですね、これも先ほどから何度も申し上げているように生活保護だったりいろいろな生活支援のお金が浮き、しかも場合によっては仕事をしてもらったりして税金を納めてもらえれば、まあ二重で強制的に言うとですね、非常にコストが社会的コストが軽減されるようなことが起こるわけです。だから高齢者なんかもそうですけれども、まあ介護とか医療とか健康もそうなんですけども、高齢になってもある程度健康でいてくれる時間が長ければ長いほど、医療費が減るとかですね、介護の費用が減るとかっていうことが起こるわけです。そういうようなさまざまな形で社会におけるいろいろな問題を解決していくようなことを、しかも民間のお金を使って、民間の手法なり民間 の、サービス提供者を、によってですね行われるのがこのソーシャルインパクトボンドなんですね。なんか質問ありますか？いや、なんかね、書き込みにいろいろ来ていてね、民間のマネージメントを委託するのって指定管理者制度と何が違うのとか、まあ、だから先ほどから言ってるソーシャルインパクトボンドはいくつかの組み合わせなんですよね、だそれは指定管理者制度を、は一部に過ぎないですよね、それだけじゃなくて民間からのお金を持ってくるとかそういうのも組み合わせてのものがソーシャルインパクトボンドなので、であとね、自立支援とか今でも民間でやってるでしょ、でも民間はそこに、行政が入ってほしくないんじゃないとか、そういう問題もあるでしょうね、だからそれは民間だけでうまく回ってるのは別にそれはそれでいいんじゃないですかね、そういうことですよね、あとこれ面白いよ、小池都知事あたりが温度取ってやれば結構インパクトありそうだね。ああ、そうだね、確かにね、頼みに行けばいいじゃないですか。いえいえ、はい、まあ、じゃあ次のページですね、21ページ目のあたりのところちょっと見せてほしいんですが、これ細かく説明しないですね、ちょっと見にくいと思います。21ページ、22ページ、23ページあたりに、イギリス、まあ、左の方の国名が書いてあると思うんですが、イギリスとか、アメリカとか、オーストラリア、オランダ、それから、ポルトガル等々の国の名前が挙げられてると思うんですが、まあそういうさまざまな国でこのソーシャルインパクトボンドが行われてきているってことを理解してもらえばいいです。はい、でそれでは24ページ目に行っていただきたいんですが、みんなここに期待してたのに具体例みんな期待してたのに、なんで具体例、いやこれネットでも今出てますからいっぱいソーシャルインパクトボンドは、でこれは海外だけではなくて、日本でも実は行われ始めてます。これ実はですね、日本財団が始めているんです。日本財団は2015年、去年ですね、4月6月7月かな、立て続けに3つの事業を立ち上げてます、まず1つ目が、日本財団と神奈川の横須賀市が提携をし、要するに日本財団がお金を出してですね、神奈川の横須賀が民間に委託してですね、特別養子縁組を援護するパイロット事業を始めました。ちなみに深川さん、特別養子縁組って意味わかりますか？わかりませんか、実はこの養子縁組には2つあるんですね、普通養子縁組と特別養子縁組っていうのがあるんです、して普通養子縁組っていうのは、要するに戸籍上は、養子はですね、実の親と養子の養子親、2人
2人いるんです、うん、普通養子縁組の場合、はいはい、ところが特別養子縁組の場合には、うん、養親と養子は親子関係だってことを重視してですね、うん、養子は戸籍上養親の子供なんです、うん、ってことは、うん、実親が亡くなるってことですよ。なるほど、はい、そういうような仕組みなんですよ、うんうん、新しいんですよ。今まで日本では親子の関係というのは非常に強かったんです。血のつながりで、うん、ところが今ご存知のように DV の問題とかいろいろ起こってきて、はいはい、それだけでは問題解決できないような部分が起こってきている中で、はいはい、この特別養子縁組の問題が非常に重要になってきているんですが、まあ、それを推進していくための事業をですね、うん、日本財団お金を出してですね、うん、横須賀市が始めたのがまず一つ目ですね、うん、で2つ目は、2015年の6月8日にですね、もともとはこれは経産省のヘルスケア産業課がですね、平成27年度の経済産業省、健康寿命、あ、この次のページ、あ、これは載ってないな、ごめんなさい、あ、まあいいです、あ、次のページだな。次のページの一番上のところなんですけども、これのちょっともう少し詳しい説明なんですが、平成27年度の経済産業省健康寿命延伸産業創出推進事業委託事業っていうものをやっていて、それをですね、株式会社のクモン、要するにクモンってわかりますよね、クモン学習塾のあのクモンですけど、クモン教育研究所が受託してですね、事業の中に日本財団も加わったというものなんですけれども、うん、福岡市と松本市のなどの複数の自治体においてですね、自治体と連携をして、そのクモン教育研究所が設立したクモン学習療法センターっていうところが確立している学習方法があるそうなんですけれども、それを導入すると認知症の予防に効果を発揮するらしいんですが、それをソーシャルインパクトボンドの対象事業にしてるらしいんですね。要は何かというと、認知症機能の改善の実績がある学習療法を導入することによって、高齢者の生活の質の向上と、まあ高齢者が元気で認知症なんかがあまり進行しなければ、その分介護とか医療とかがのコストが浮いたりするわけですよね、そういうような公的コストの削減を目指しているようなプロジェクトになっているわけです。だから3番目はこれはちょっと書いてないんですけれども、2015年の7月16日にですね、これも日本財団がお金を出してるんですけれども、兵庫県の尼崎が行った事業なんですけれども、若者の就労分野でのパイロット事業なんですね、NPO 法人の育て上げネットっていうところがあるんですが、そこが実際の事業主体になって、対応するっていうもので、特に引きこもり等のですね、行政の介入が難しい若者に対して、その NPO 法人育て上げネットがケースワーカーと連携してですね、そういう若者に対するアウトリーチ事業をやり、本人のもとに出向いていっていろんな支援活動をやって、その若者が社会参加をできるような事業をやっていくようなことが行われている。でまだ始まったばかりなので完全な成果とは言えないかもしれないですけれども、これからその成果に期待していったらいいのではないかなというふうに思いますね。それに1億5000万円、それはまた別です。それとは別にですね、これは皆さんの画面のところに見ていただくと分かるんですけれども、今年のですね8月24日に厚生労働省が貧困とか失業などの社会問題解決のための民間資金活用の新手法のモデル事業実施の方針を決定してですね、これは来年度からいろんなモデル事業をやるということで、1億5000万の予算を請求している、解散要求をしていると。で実際に施設の子どもなんかを家庭的な環境で育てるための、先ほど申し上げた特別養子縁組とか、あと引きこもりの若者のですね、就労支援なんかを実際の事業モデル事業としてやることを検討しているということが発表されています。これってさ、行政が中心になるんじゃなくてコーディネーターとなった方がいいんじゃない？で実際にはコーディネーターですよね。そういうことだよね、
枠組みは行政が持ってますけども、うんうんうん、実際行政が関与するわけではないので、ね、やるのは、うんうん、民間の事業者でありますし、うん、お金を出しているのも民間の組織だったりするので、ね、まあ、今回のこれ厚労省はモデル事業としてはお金を出すのかもしれないですけども、うんうん、でこれがあれだよね、一般化すれば民間の人が考えついたその事業を行政に持ってって、まあ、ってことは可能だよね。逆に言うとも多分持ってってっていうよりもそういうことを公募するような仕組みだってできる可能性もありますよ。ですよね、ですよね、うん、そうですよね、うん、はい、行きましょう、はい、サクサク行きましょう、まあ、そういうようなですね、うん、まさに民間の、まあ、アイデアなんかとか、うん、民間のやり方を生かせる、しかも民間のお金も使いながら社会サービスをするようなことが、うんうん、ってことだよね、このソーシャルインパクトボンドの非常に重要な、うんうん、視点なんですね、うん、ただし、うん、まあ、何人かの、うん、なんていうんですかね、うん、質問とか指摘もあるようにですね、はい、このソーシャルインパクトボンドにも、うん、まあ、いい面ももちろんいっぱいあるんですけれども、うん、難しい面とか、うん、課題とかもあるのも事実です、うん、それがその次からの、うん、それですね、うん、ところなんですね。まず一つは、うん、このソーシャルインパクトボンドは先ほど申し上げたように、事業をやった成果を評価してお金を払うという関係があって、成果が上がってない時には投資家にリターンってないんですよね。ということは投資の元本も失う可能性があると。それから何にどういう投資結果というか成果に投資してるのかが見えるのがこう分かりにくいような場合には非常にこう投資する方からするとですね、投資リスクをこう高く感じてしまう可能性があるというふうに言えると思うんですね。だその意味でも成功、この投資をしてですね、成功する確率がきちんと高いと考えられるようなプログラムを選んだり、そういうような枠組み作りをする必要が実はあるというふうに言えると思います。それから結果としてなんですけれども、うん、完全なビジネスとはちょっと違う部分があるんで、うん、どうしても社会的な課題解決優先をするような財団の投資家だったり、うん、非常にこう裕福そうで、うん、まあ、お金はもうすでに儲ける必要はないんだけども、うん、まあ、社会のためにお金を出したいというような意識のやっぱり強いような人が、うん、まあ、資金の提供するような可能性が高くなるという問題があるわけですよね、うんうん、でもまあただ逆に言うと少額にして普通の人も例えば1万円とかそういうので出すっていう仕組みっていうのもあるのかもしれないですよね、うん、これからのことを考えると、うん、ね、クラウドファンディング的に、うん、これね、まあ、書き込みなんですけどね、はい、NPO がもっとしっかり金集めできれば行政は入らなくて済むのに。あ、それもありますよ、うん、だけどこれ結局さ、うん、NPO がやったら NPO は金はどっからもらうのって話になっちゃうじゃん。行政が入れば完全に行政から金もらえるわけだから、だから それとかそういう行政がやってるっていう安心感もあるじゃないですか、うん、お金を出そうからすれば、うん、まあ、まず最初成果が失敗すればお金は戻ってこないけれども、うん、誰がやってるか、うん、して、まあ、行政がやってるんだったらそんな変なことには使われないとかね、うん、そういうような看板もあるので、うんうんうん、まあ、そういう意味でのこう、まあ、ある意味のいいとこ取りをしたような仕組みだと言えるなくはないかもしれないですよね。だってサービス受けた本人は1円も金払わなくてよくて、で NPO だったらそれで終わっちゃうんだけど、ボランティアで終わっちゃうんだけど、 NPO もお金もらえるわけですよ。だ行政がここにいるからね、行政があるし誰かが投資してるからね、そう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 、ね、だから投資してる人は結局行政から金もらってこう行くわけです。そう、すごいねこれ。イギリス人でしょ、考えたらこれ。だから本当にもう、ああ、なんていうかこれ以上どうしたらいいか分かんないっていう中で考えた仕組みですよね。ファイナンスだからね、ファイナンスだからね、もともとはね、まあ植民地をやり、ああ世界のやっぱり金融を、あんなちっちゃい国の今でも力があるっていうのはやっぱりそういうことでしょうね。ああまさにアイデアですよね、うん、本当に。だってお金かかんないんだから、ああ物作るんじゃないから、アイデア一つ、お金の回り方をどうするかっていう仕組みですよね、ソフトですよね、うんうん、あ、これね、いやいや行政がやってるから変なところに金が流れてるんじゃないかって思うのですよ。ただこれは民間がかかってるから、うん、まあ、そこのところは変なふうには使われないっていう部分も多分あるんですよね。ということなんですよね。面白いね。完全に行政だけがやってたら効率悪いとか、うん、いろんな問題も生まれてる。異様に高い金払ってるとかね、人件費払ってるとか。で多分ですね、これをやっていく中では多分、うん、ある程度社会的なことなんで、うん、したあと投資家に対してちゃんと、うん、事業経費の、うん、なんていうんですかね、ああいう
バランスシート的なバランスシートとか予算書とか、うんうん、実際の支出の明細とか、うん、そういうのも全部公開されざるを得ないですよね、うん、当然、うん、こんなのなんかあれね、なんか IT 長者で喜んでやりたがる人いますよね、います自分の会社の株も上がるしね、うん、出してること自体で評価される可能性あるから、そうだよね、お金を待ってる人にとってはね、うん、非常にこう限られたお金なんて、なんていうかな、うん、だって使えないわけですから ね、うん、そうだね、人間が使えるお金なんて何兆円あったって、そんなのどんな贅沢しても使えないですからね、うん、人間は。面白い。じゃあ先行きましょうか。はい、じゃあそれで戻っていただきたいんですが、はい、まあそういうこととかですね、あとまあ今のようなですね、まあ失敗すればお金元本が戻ってないことも含めてなんですけれども、うん、そういう意味では、投資家への支払いに対し支払いをですね、単に狭い意味での成果だ以外のものも含めて評価することによってですね、うんうん、ある程度こうリターンがあるような工夫というものも実は必要なんじゃないかなというふうに言えると思います。それから、まあ、成果主義の功罪って先ほども何人かの人が、うん、質問したり意見を言われてたと思うんですけれども、うん、一つはこういうような成果主義、うん、PBR っていうんですけれども、うん、ペイメントバイリザルトっていうんですけれども、うん、こういうような成果主義のリスクっていうのは、うん、サービスプロバイダーから、まあ、サービスプロバイダーはお金をもらえて、うん、サービスを提供して本来だったらその人は自分のリスクでお金を出さなくちゃいけない可能性あるんですが、うん、このソーシャルインパクトボンドではそれがないわけですよね、うん、である意味では事業家にそのこの事業のリスクは転嫁されてるわけですよね、うんうん、その結果なんですけれども、うん、逆に言うとこの事業が成功するかどうかっていうのはやっぱり実際にサービスを提供するサービスプロバイダー の、うん、能力だったり、うん、力に関わってくるわけなので、うん、そういう意味ではそのソーシャルプロバイダーサービスプロバイダーというか、うん、実際にこのサービスを提供する人に対する監視とかですね、うん、モニタリングが非常にこう厳しくなったりするようなことが起こりうるわけです、うん、そういう意味では今までその寄付とか、うん、まあ、会費とかそういうような比較的あんまり拘束がなくて、うん、まあ、この事業所はいいことをやってるからお金を寄付しているようなところでやってきたようなところに対してはですね、非常に外部から厳しいこうプレッシャーがかかるような可能性があって、結局はそのこのソーシャルインパクトボンドを行う対象事業に行うようなことに参加することをですねやめたり辞退したり躊躇するようなことも起こってしまう可能性があるわけです。あとこういうソーシャルインパクトボンドで実際に、うん、まあ、行政以外の組織がですね、うん、サービスをやるとしますよね、うん、そうするとそれがうまくいけばいくほど行政は今まで何やってたんだっていうような批判だってありうるわけですよね。ありえるでしょ、うん、ってことは税金まで何してたんだとかね、うん、そういうこともありうるわけですよ、うんうん、税金使って何やってたんだ、ね、うん、というふうにも言われかねないっていうような、まあ、行政にとって脅威になる、まあ、いい意味でのプレッシャーというか、うん、ライバルになるとそれは本当はいいと思うんですけど、そういうような可能性もあるということなんですね、うんうん、それから、うん、ですね、うん、まあ、そういう意味で、うん、まあ、結果が出ないとリターンが投資家にいかないということも含めなんですけれども、うん、やっぱり過度の成果主義になってですね、うん、これ字が間違ってますが、うん、慈善事業的な精神が失われてしまうような可能性もあるので、うん、やはり先ほども若干上のところのですね、全損リスクのところでも述べたように、うん、単に最後の成果だけではなくてですね、うん、それに至るさ提供されたサービスの質とか、うん、量なんかも評価に含める必要があるのではないかなというふうに言われています、うん、それからその次のページ、うん、説明はこれで大体終わりにするんですけれども、うん、あと行政の方もですね、うん、今まで申し上げたようなこととも非常に関連するんですが、うんうん、どういうようなその事業を、今回のソーシャルインパクトボンドの対象にするかとかですね、うん、
なんかをきちんと考えていく必要がありますし、こういうような仕組みをまず理解し、してそれが本当に必要なのかどうか、してやるんであれば本気でやらないとやっぱり意味のない、あの、まあおざなりなものになってしまう。そういう意味では本当に担当者がこのソーシャルインパクトボンドに関わる人もですね、本気でやってもらわないと困るということがありますし、あと、まあ、実際にそのソーシャルインパクトボンドの対象事業をやるときの、それを実際にやる事業経営者とか、あとサービスプロバイダーを誰にするかというのは非常にこれは難しいんですよね。一般的に行政がいろんなこう行政サービスを外に出すときには、競争入札が多いですが、それはもちろんコストや何かを考えるとそれがいい面もある一方で、このソーシャルインパクトボンドの場合にはですね、こう関係している人が非常に多いかったり、先ほど申し上げたように、投資家とかもいる関係もあるもんですから、いろいろな利害関係者の交渉力だったり、リーダーシップであったり、情報の開示の問題とか、プログラムの管理能力とかですね、あと何て言うんですかね、こういうソーシャルインパクトボンドの対象事業の成果の実際に上げていくための能力なんかをどういうふうにこう評価してですね、決めていくかっていう意味での、こうもしそれの場合で多分随意契約になると思うんですけども、そういうこともきちんとできないと。そうですよね、ダメだってことにもなるんですね。金額だけで入札ではできないですよね。それは本当に行政としてある意味ではこう責任転嫁をしていってるので、そういう意味の部分の難しさもあると思います。だから何でもできるってことにはならないと思うんですよね。それから先ほどもこれも申し上げたように、実際にやって成果が出るまでに、まあ一つは、まあ対象の事業が非常にこう社会的な問題だから、まあ今日やったから明日成果が出るっていうものではないっていうことがあったり、実際にその成果が出てからまた評価してそれに対してどういうリターンを出すかっていうことになっていくので、非常にこう着手から成果、そしてその評価までに時間を長くかかるっていう問題があるわけです。でご存知のように、行政が全体の枠組みのアルコーディネートをしているとなると、行政は基本的に基本単年度主義なので、事業を始めた時と実際にそのリターンなんか払う時の、ね、なんですかね、会計年度の問題とか予算、作成年度の問題とかそういうのもこうずれてるので、そういうような問題が起こる可能性があるというふうに言えると思います。それからこう、ソーシャルインパクトボンドの採算という面からすると、先ほどから申し上げたように、うまくやればですね、費用対効果は非常に大きいですし、さまざまな意味での、行政のですね、歳出の削減ができ、それを行政と投資家で分け合うというものがあるわけですけれども、どうしても投資家からすればですね、やっぱり投資する以上はリターンをちゃんと求めたいということになるので、その結果としてですね、不足分を行政が埋め合わせるようなこともあるんで、行政としては本当にこの事業をソーシャルインパクトボンドでやるかどうかということをですね、きちんと考え、その目的を考えていく必要があるというふうに言えると思います。それからこれは場合によってってなんですけれども、行政が自分でその行政サービスを提供するよりも、場合によっては先ほど申し上げた投資家の方のリスク、投資家からするとリスクを考えれば、その分成功した時のリターンを多くしてくれっていうような考えだってあるわけですよね。そういうようなことも含めて、また先ほど申し上げたように、実際に成果が出てからその後それを評価していくための運営のコストとかいろいろなものが関わるので、いろいろなコストがかかったりしてですね、やっぱり全体として何て言うんですかね、行政の少なくとも短期的なコストは何て言うんですかね、よりかかってしまう可能性もなくはないわけです、うまくやんないと。でそういうようなことも踏まえて、行政はですね、このソーシャルインパクトボンドは、福川さんも何度も言っていただいたように非常に面白いし、可能性はいっぱいあるんだけれども、やっぱりこれを具体的にやるとなったら、それなりの担当を誰にしてどういうふうにやるかとか、目的をどういうふうに設定するかとか、なんかってことをこう行政自身の意思をちゃんと持ってやらないとですね、いい成果というのは得られないんじゃないかなというふうに思います。わかりました。そこまで何か質問ってありますか。それは大丈夫ですか。いずれにしても私が申し上げたいのは、かようにですね、今までまさに社会的な問題の解決とかは一般的に行政とか
政治とかが考えるっていう発想がどうしても強かったんだけれども、うんうんうん、まあ、行政なりなんかとの連動も含めてですけれども、うんうん、民間の役割とか民間のプレイヤーとか、うん、民間のアクターなんかが実はより重要な役割というか、あのそういうようなものを持つような時代が生まれてきていますし、うん、これからの日本もそうですし、うん、国際社会も見ていくと、うん、民の役割っていうのはもっと重要になっていくのではないかなというふうに考えています、うん、その一環として今日のこのソーシャルインパクトボンドっていうのを紹介させていただいたんですが、うん、だから例えばね、最後の方に来てるんだけど、成果が悪くて途中で撤退したらどうするのとか、多分それも、うん、あの始める前にどうするかっていうのを考えとかないといけないですよね、うん、ありえますよ ね、うん、ね、そういうことも、うん、で事なかれ主義の日本のお役所体質ではなかなか動きは鈍そうな気はするとか、うん、あとなんかこれはアベマの方なんですけど、でも先生それって結果的に NTT データとパソナが仕事を根こそぎかつらっていくってことになるんじゃないですかと。いやそれはないでしょう、先ほど言ったような若者の云々とか、うん、NTT はできないでしょう、どう考えても、うん、あ、例えばこれも来てるよ、民間なら赤字なら撤退しますよ、その時そのサービスを受けている人たちが路頭に迷うよ。でだからこれは、うん、あの路頭に迷うっていうものもある一方で、先ほど言ったように今までなかったものに対してあげて、うん、やってあげるので、うん、そうね、マイナスではないと思うんですよね。面白いね、これでも、これなんか成功事例が出てきて、そこからノウハウが蓄積されていくと面白いし、ね、そうですね。あと、うん、先ほど申し上げたように、特に日本の場合には財政赤字が非常に、うん、こう膨れ上がってるわけですから、うん、政策的な失敗っていうのは減らしていかなくちゃいけないですよ、うんうん、そういう意味では小規模で、うん、まあ、ある意味の政策実験をやって、うん、多分やればうまくいかないことも含めて分かってくるわけなので、うんうん、そうすればその事業自体はうまくいかなくても、うん、その失敗経験を政策作りとか制度作りに生かせれば、うん、それだけでもすごい、うん、あの大きなですね、うん、行政コストを削減したり、うん、あのプラスの成果っていうのはあり得るんじゃないかなと思うんですよね、うん、これ鈴木さん永田町で話して回ってるんですか。いや別に今は回ってないですけどいやだから先ほど言ったように厚労省でもう始めるようになってたり、ね、徐々にですけれども、うん、注目はうん、あの浴びてきています、うん、深川さんは話の冒頭の時知らないという話を言われてましたけども、はい、ひどい、あ、夢が大きすぎて BI ベーシックインカムよりも現実味が薄いって人もいますね。まあだからいろ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 な試みを並行してやっていくことが重要なんだと思うんですよね、うん、で先ほどのいくつかの実際に行われ始めているような対象事業を見たように、うんうんうん、全てのものを解決できるわけじゃないですよ、うん、このソーシャルインパクトボードだけで、これになんか適したものがあるってことですね。そう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 です、うん、はい、でそれは実はそれはそれなんだけど、結構それに対する行政こそは高かったりしてるんだよね、うん、現実ね、そうそうそう、うん、して繰り返しながら民間のお金を活用してたから行政コストは基本的にはかからないわけですよ、うん、だからその行政コストはでかいからハイリスクなんだけれども、あの投資した人間に返ってくる金はでかかったりする可能性がある、可能性はあるっていうことよね。ありますよ。なるほどね、面白かった。してこういうようなことで例えば就職したりすれたり、あとは犯罪者がやったりすれば、うん、社会的な、あの秩序とか安定だったり、ね、安全だったり安心も、ね、まあ、増えるので、うん、単にお金だけの問題じゃないと思うんですよ。そうですね、うまく回せればね。そうね、だからぜひ自社株が上がってそこでの儲けも出る可能性もある、ね、それもありますよね。ただ思ったけどやっぱこれあれだよね、最初の項目みたいに思ったんだけど、これやっぱマーケットがちゃんと機能してるっていうのが大前提ですよね。まあそれはそうです ね、それはそうですね、うん、面白い。ということで皆さんどうお考えになってよろしいですか。終わって、はい、すいません、もう1時間40分、はい、そうですね、はい、盛り上がっちゃうからね、すぐね、はい、いやいや、そんなことないです。いや楽しかったですよね、本当。で俺が知らなかったでずっと言い続けてますよね、もうこれもう10年ぐらいでしょう。ソクラテスのうちの父じゃないですか。ああそうですね、はい、そうですね、演じてたんですよね。そうです、富田も笑ってますが、はい、ということで、今日は鈴木さんのすごい先進的なお話でした、ね、皆さんどうお考えになったでしょうか。でこれがどっかで将来聞きそうですよね、これね、本当にね、まあ、ぜひ注目していただいたら、ね、皆さんももし興味があれば、うん、あの頑張って投資をしていただきたい。
だからこれさ、クラウドファンディングなんかとさ、くっついて将来でなんかなりそうね。なると思いますよ。ね、本当にね。うん、行政もそういうので集めるようにする可能性もあります。ですよね。うん、はい、ということで、次回の番組は10月11日火曜日16時。中岡先生。中岡先生。ね、曜日不定期ではないですよ。火曜日16時。来週。あ、中岡さんも決まったんですね。中岡さんは決まった。して浜、あれ？うん。何が？あれ？じゃあ2人決まったってことかな？今浜谷先生。浜谷先生。終わってからやろ。今ここで自分がいつ出るんだろう。真剣に考えてる。いやいや、早く放送した方がほら不定期サプライズじゃなくなっていいんじゃないか。曜日不定期ね。曜日不定期を不定期じゃなくするというサプライズが。うん、そうそう、はい、ということで10月11日火曜日16時、次回は中岡さんです。はい、じゃあ鈴木さんどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。